ヒネス・ディアン・バウアーソックスは、バージニア州ポーツマス出身のアメリカ合衆国の技術者、アメリカ海軍の軍人、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。5度のスペースシャトルのミッションと1度の国際宇宙ステーションへの長期滞在を経験した。インディアナ州ベッドフォードで育ち、7年間リオリアル、スクールに通った。イーグルスカウトに所属していた。 海軍兵学校に通い、1978年に航空工学の学位を取得した。その後アメリカ空軍テストパイロット学校に通い、85A の成績で卒業した。A-7 と F、A-18 のテストパイロットとして従軍し、1987年に宇宙飛行士の候補に選ばれた。バウアーソックスの最初の宇宙飛行は、 STS-50 と STS-61 のミッションでパイロットを務めた。STS-73 では微小重力の実験を行い、STS-82 ではハップル宇宙望遠鏡の修理を行った。STS-113 ではドナルド・ペティ、ニコライブ・ダーリンと共に第6次長期滞在の乗組員として宇宙遊泳を行い、 ソユーズとがマイナス1で帰還した。バウアーソックスは2006年9月30日に NASA を引退した。2009年6月16日にスペース X の副社長になった。バウアーソックスはアメリカのテレビ番組ホームインプルーブメントの3つのエピソードにも登場している。ありがとうございます。